えと、ま、日本には軍隊が今ないので、えー、と、ま、将校とか兵卒という言い方はあまりないんですけども、軍隊は将校と兵卒から成り立っておりましてね、まあ将、あの将校って一番上が大将で、まあ、ずっと行って一番下は将尉とかですね、まあ、その中間的な中間管理者もいるんですけど、兵卒になりますと、ま、兵隊ですね。一等兵、二等兵っていうふうに、ま、昔あるわけですが、 えー、兵隊はですね、えー、まあ、証拠よりか下と見られているわけです、一般的には。だけども、私はね、せめて兵卒になりたいと思いますね。兵卒うのはですね、自分のために、この自分の生き死にというか人生を生きるじゃないんですよ。上官からあの丘を取れと言ったらですね、機関銃が向こうから撃ってくるのに対して、捕服前進してですね、なんとかその丘を取るんですよ。 それで期間中の弾に当たってしまえば死ぬしね。まあそれでその丘を取ったところで、また次の丘があるんですよ。ということは兵卒はですね、何の希望もなく、何の自分に得にもなるかどうかはじゃなく、ただお国のためにですね、あの丘を取れっていうことで取りに自分の命をかけるんですよ。まあそういう人になりたいと一言で言えば、そうい私はそう思うんですね。 いや、あの、日常生活をこうやって平和な日常生活を送ってますとね、一つ一つのことで、まあ今日はあそこに誘われてるけど、行くのは、まあ得になるかなとこまでは考えなくてもですね、まあ自分のためにいいか悪いかとか、行きたいか行きたくないか、つまり損得とか、まあ自分の立場とか希望みたいなやつが、その自分の行為には優先してるんですね。 だけど本当は違うんじゃないかと思うんですよ。本当は今日あそこに行かなきゃいけないっていう、行かなきゃいけないかもしくは行きたいっていう時にですね、それは少なくとも私だ、私の立場だらっていうか男で、年配で、社会的にもある程度の地位があるっていう人にとってみればですね、それは日本のためにやるべきならやると。 いうことでしょうね。それはいちいち日常生活でどこに行く、あそこに行く、これをする、あれをするっていうんで、大冗談に構えてそれが日本のためになるかということをいちいち考えては見なくてもですよ。自然と自分の行為は、えー、現在のに日本のため、また将来の子供たち、孫たちのための、お、お、ためにですね、やはり自分の今からしようという行為とか言動がですね、 正しいか正しいかっていうかすべきものかどうかっていうぐらいはしたい。つまり、それが一平卒ですよね。一平卒は自分の、得にも損になるとか、そうもう全然それと違って自分の命を懸けてあの丘を取るんですからね。一平卒にとっては日本が勝つかどうかも、もしくは日本というかむしろこの戦いに勝つかどうか、むしろその戦いよりか正体、一正体の中に属していれば、 招待としての任務を果たせるかどうかっていうことで自分の命をかけるわけですね。ですからやる行為は、あの丘を取るとは、正体が敵に勝つかどうかっていうことであって本当に極武戦ですよね。それに対して自分の命を注ぐわけですから、捧げるわけですから、ものすごく偉いですよ。<laughs> 一体私は、 その一兵卒。よく一兵卒って言ったら、やや侮辱的な侮辱的じゃないけど、まあ一兵卒じゃないかっていうような感じの言い方ですよね。まあ兵卒だったら、まあ一人二人、もちろん100人、200人死んでもしょうがないじゃないかと言われるような、まあ兵隊の一つの身分なんですけどそれでもその兵隊のやってることと言ったら、日本のためにあの丘を取る、あの丘を取るということが日本のためになるかどうかもよくわからないけど、自分の命を懸けて取る。 もしも私が今ですね、平和な世の中ですから命に関わることはありませんが、しかし私がですね、本当に日本人としての初心に返って、一つ一つの自分の行為ですね、それが自分のためではなく、まあお国のためというか、子孫のためというか、みんなの、周りのみんなのために、僕の心が動けば、本当に毎日は幸福でしょうね。 まあそれがやっぱりお母さんですね。お母さんっていうのはやっぱり一平卒と一緒ですね。お母さんがやることってのは二人とか三人の子供を育てる。まあ時にはうるさく言う旦那もちょっと世話はする。それがまあ第一ですよね。第一も第二もそうですよね。まあこれは本当に意義があって、まあ、次世代の 子、えー、子供たちが立派に育つ。これはあの、僕はいつも一生懸命この時に言うんですけど、あの、よくあの、私に子供はいませんっていう女性がいるんで、全然構いませんって言うんですよ。<laughs> その、全然同じですと。まあ僕は物理学ですので、1万人の,かあの女性がいればね、それは1000人ぐらいは、あの、子供を持てないとか、最近ではもっと多いかもしれませんね。それは確率的な問題であって、全然個人の問題ではない。ちょっと女の人に分かりにくいかもしれないけども、 我々は集団で生きてるわけですよ。1万人とか10万人とかいう中に生きてるわけですね。そして人間は1万人とか10万人の中でしか生きることができないんですよ。<laughs> この落語って私言ってるんですけどね。集団でしか生きることができない。そういうのが人間なんですね。ですから、もちろん、えっ、ー、と、兵隊に行けない男性もいるんですよ。体が弱いとか目が悪いとかですね。それは同じなんです。別に、 それは確率的に起こることであって、別段その人がどうのこうのっていうことじゃないんです。だけども、普通女の人は甥いっ子とか姪っ子なんかいたらですね、本当にその子供たちに愛情をかけてますよね。ですからまあお母さんと同じですよ。だからまあ、そういうことは確率的に起こるということにしてですね、とにかく、男性はね、兵卒以外にあまり意味のある仕事ってないんですよね。 その、<laughs> もちろん国を守るために命をかける。お母さんは子供を守るために命をかける。じゃあお母さんだけにそんなことするから、あ,あの、武田は男女不平等だって。いやいや、女の方が上ですよ。<laughs> 僕が言ってるのは女が上だってんですよ。そういうふうに言う人はね、女が下だと思ってんですよ。そこに差別感があるんですよ。僕はね、女が上だと思ってんですよ。だってね、 子供を産む子宮と子供を育てる乳房さを持ってるわけですから。もうそれだけで、男よりかはるかに上ですよ。まあ男は添加物みたいなもんでね。まあ必要っては必要なんですけど、まあ主力はできないんですよ。だから主力ができないから、男は兵隊に行く、もしくは稼ぐ、働いて稼ぐ他を耕すということですよね。えー、っと、10匹のメスばかりの魚の集団。 まあこれはあの小学校の副読法にあるんですけど、まあもちろん事実なんですが、あそれメスだけではやっぱり、えー、その生物のたダメですからね。そのうちの一番体の大きいメスがオスに性転換します。まあ自主的ですよ。そしてそのオスが群れを守るんですね。オス1匹とメス9匹になるわけですね。で、子供も生まれて、そしてメスが子供を育って、オスが群れを守るわけですね。 で、もちろん、群れを守るってことは敵と戦うってことですから、やがてその、オスは死,死ぬんですね。戦争で死ぬんです。そしたら残った9匹のうち、体の一番大きいメスが、またオスに性転換してその群れを守るってことですね。これが、生物の自然の姿。よくあの、こうなんちゅうかな、あの、自然と共にとかですね、自然の英知って言いますけど、それが自然なんですね。 えー、オ,スオスメスが12億年前にできた。オスメスができたから我々に寿命がある。子供ができて、そして、えー、種が続いていく。その次に、哺乳動物ができる。まあ、これはお前、あの、2億年ぐらい前なんですけども、哺乳動物ができて、えー、それまでは、卵をメスが産んだら、オスとメスが交互に卵を 温めるってことができたんですけども、今度は、あの、体重をお腹の中に抱えて産みますからね、今度おっぱいやんなきゃね。そのおっぱいを、え、オスにつければ、産むのはメス、育てるのはオスってなったんですけど、やっぱこれうまくいかないんですよ。せ、あの、自然のエイチで、これ、もう本当に自然のエイチなんですよ。あの、なんか簡単に言う話と違うんですね。それで、えー、今は、メスが、 あの、子供を産み、子供を育てるおっぱいをついてるということは、それが自然なんですね。だから、その状態で、男も女も幸福な人生を送るというのは私は、自然に、自然の英知、自然と共に生きる、本当の人間の理想的な姿。これが、まあ、日本文化でもあるわけですね。そうすると、オスは何すんのって言われるんで、僕は自分の、 生活を帰り見て、人生を帰り見て、一番恥じるのがですね、私は一平卒に及ばなかったっていうことなんですよ。私は自分のことを考えてしまった。自分の損得とか、自分の人生とか、自分のやりがいとか、そういうものを考えてしまったっていう点で、まあ非常に私は悔やむところがあるんですね。今からでも遅くはない。毎日の一つ一つの行動について、えー、一平卒でありたい。 せめて一平卒になりたいと私は思うんですね。まあもちろん政治家とか、えー、学問の上にいる学長さんとか校長先生とか会社の社長さんとかそうじゃなくてもいろんなところの指導者はなおさら一平卒になって人生を送らないといけないと私は思います。人間の大切なことは暗いとかじゃなくてその人が 人間というもの、自然というものに貢献できたか、っていうことで決まると思うからです。